はいと皆さん、お疲れちゃんでございます。ラバちゃんでございます。はい、ということで本日もですね、実写動画、まあ、環境動画ということでゲーム実況環境を改善していきましょうという動画となっております。でこちらに早速ございますのはですね、キウイのですね、あの VR のケーブルをホルダーするデバイスなんですけども、私あのパイマックス様よりクリスタルライトを今ご提供いただきまして使ってるんですけども、本当はですねゲーム実況室で使う予定だったんですよね、あの3090メイン PC の方ね。でマルチモニターの互換性が悪いというところで、あの46の方に急遽切り替えてやってるわけですよ。なので実況室で使う必要がなくなってしまったので、これは本当は実況室の天井にですね吊り下げて VR ゴーグルのですね出てくるケーブル、あれを上から吊り下げて快適に VR ができますよっていうこちらのデバイスなんですね。なんで中に、まあ、こういうフックが入ってるんですけども、メインはこれっすね。はい、このようなリールのついたもので、これのリールにですね VR のケーブルをここに引っ掛けて天井から吊り下げると、こんな感じですね。こんな感じビヨーンつって上からで吊り下げて、でちゃんとこれで止めたりとかもこういう風にして長さを固定したりとかすることもできるというところでですね、今回こちらを使ってですね、もったいないのでこれ3000円ぐらいするんですよ。でこれもったいないのでこれを使ってですね、私最近使ってるコルセアのヘッドセットのケーブルをですね、あれやっぱり下に垂れるんでちょっと重さがあるんですよ、首に重さがかかるんですよ。それをこれでですねちょっと改善していこうかなと思います。まあ、ちょっと3つ入ってるんですけど、今回この1個使ってやっていこうかなと思います。はい、じゃ早速なんですけども実況室の方に向かっていきましょう。はい、ということで久しぶりの実況室ですね。はい、今こんな感じになっております。ハンドルももうあのつけるところがなくてガヤハンを置くところがないみたいな感じになってますけど、でこれのですねこのヘッドセットのこの線がダランとしてしまって引っかかってしまったり、シフターとかに引っかかっちゃったりとかするんですよね。これ見えますかね、ダラダラっとしてしまうみたいな。なのでこれを上からですねこの線を吊り下げて使えるようにしたいということになってますね。はい、でまずですねこちらのフックを天井にですねちょっとつけたいと思います。とても面倒くさかったのでこれに切り替えます。両面テープのやつも入ってるんで両面テープのやつでもいいと思います。これ M3 のやつですね、ちゃんとしてる。でここに今フックがついてる状態になりましたので、ここにですねこのフックの大元のものをねつけていきます。引っ掛けるだけっすね。はい、こんな感じですね。はい、でこれを引っ張っていい具合の高さにしてこのピンで止めます。はい、こんな感じですね。でこれ今長さ調整したんでこのケーブルっすね。はい、このコルセアのケーブルをここにですね、はい、止めれば空中に浮いている状態になると。なのでこれでヘッドセットをですねこうしてもこれが空中に浮いてるんで全然重さを感じなくなるということになっております。浮いてますね。はい、だいぶ。これが下に行かないってことはケーブルがこんがらがったりもしないんで楽っすね。長さをこうやって長くしないでもこうやって長さを調節しないで一番上ぐらいまでこうやって持ってっちゃっても全然 OK でしたね。はい、邪魔にならない。この壁沿いに沿って上から降りてきてこのヘッドセットにつながるってなったらこれ全部上からこう来るんで肩にさえ当たんないみたいな感じですね。はい、これはこれでありっすね。はい、ケーブルのまとめ方といいかなりありなのではないのかなと思います。このワンチャンカメラにケーブルが入っちゃうとこの手元画面がですねこの俺のこのハンドルの手元画面のところにケーブルがわしゃわしゃ来ちゃうんで、それがないっていう点でもやっぱ上にこう通してヘッドセットが持ってこれると一番いいっすね。これうん素晴らしいと思います。はい、ということで本日はですねこちらコルセアのヘッドセットケーブルがですね邪魔にならないように上の方に
キーウィの VR 用のですね、ケーブルマウント取り付けてみました。めちゃめちゃいい感じとなっておりますんで、ぜひ皆さんね、あの VR やる方はですね、かなり必需だと思うんですけども、はい、こういう応用の使い方もあるというところで、物もねだいぶいい感じとなっておりますんで、やっぱ値段が高いだけあります。はい、かなりいい商品となっておりますんで、ぜひぜひ皆さんこちらの方チェックしてみてください。概要欄の方にリンク貼っておきますんで、はい、ぜひ見てみてください。ということで、またですね、いい感じの商品ございましたらご紹介していきながらですね、あのゲーム実況室環境を良くしていこうかなと思っておりますんで、皆さんそちらの方の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。